中国が例によって領海侵犯を繰り返す現在の尖閣諸島については皆も知っているよね。とはいえこの尖閣諸島では具体的に何が起きているのか、気になるところだよな。今回はそんな尖閣諸島について、いつもよりさらに深掘りして解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2024年7月2日から4日にかけて、最大約42時間にわたって、沖縄県尖閣諸島周辺の日本の領海内に3隻の中国海警局の船舶が侵入していて、海上保安庁からは今年に入って通算24度目の領海侵犯と発表されたよ。今回のケースは尖閣諸島周辺の日本領海内において、出漁していた日本の民間漁船2隻を追いかけて中国海警備局の船舶3隻が漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったと推理されていて、こうした行いが常態化しているんだ。中国海警備局の最近のこうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻1セットで活動していることが多かったため、今回1隻少ない3隻で領海侵犯したというのはどんな理由があるのかも気になるところだな。こうした尖閣諸島周辺の日本領海に中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では2024年6月24日以来とされており、今年はすでに通算で24度目になっていて、月平均4回、同様の事態を起こしている計算になるぜ。沖縄県の尖閣諸島の周辺海域が管轄エリアである海上保安庁の部署は、沖縄本島に本部がある第11管区海上保安本部だが、同本部では引き続きこうした事態の警戒と監視を続けると表明しているらしい。ここ近年、海上保安庁の活動は日本国内の大手マスメディアでも、こういった尖閣諸島周海域での中国船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多くなっていて、海保が日本の領土防衛の最前線にいるという感じを受ける人も多いみたい。そういった海上保安庁を歴史の上から生い立ちを紐解いてみると、創設されたのは太平洋戦争敗戦から3年後の1948年昭和23年に遡り、アメリカでは軍隊の一種であるアメリカ合衆国沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置されたよ。現在、海上保安庁は英語での名称はジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊と定着しているんだけど、以前からというわけではなく、2000年まで同組織を管轄していた当時の運輸省が変更して英語からとなるね。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティボードあるいは、ジャパンマリタイムセーフティエージェンシーとされていて、これがジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められたものだな。英語名称改定の理由は、広く国民に海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことが目的で、同組織のロゴやマークを含めて変更したとためと説明されているようで、世界的標準に合わせたとも取れるぜ。さらに2001年には海上保安庁管轄が、運輸省から国土交通省へと変更されたこともあり、以後同組織の船舶等にはすべてジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されるようになったね。日本における海上保安庁のあり方は法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されていて、その第一条において活動領域は自国の領海接続水域排他的経済水域及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えられているよ。しかし現在は、実際の海上保安庁法第1条では海上保安庁の活動範囲は海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみで、日本を取り巻く沿岸部のみに限定せず、必要に応じて世界中で活動することが想定されていると言えるだろうな。ただし海上保安庁が1948年に設立された際、県の第一条は活動範囲を港湾海峡その他の日本国の沿岸水域と記述とされていたんだが、以後の情勢変化から現在の表記に改定されたという経緯があったぜ。一例としては、大型巡視船として1992年平成4年に就役した際には、世界で最大規模を誇った四季島に課せられた任務とも関わっていて、当時の日本の原子力発電施策を円滑に進める意図があったんだ。当時、日本は自国内の原子力発電所で発生した使用済み核燃料を、
イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこでプルトニウムと放射性廃棄物に分離し、保管する体制をとっていたよ。この状況から見ると日本では原発の稼働継続イコールプルトニウムと放射性廃棄物の増加という状態で、だからこそプルトニウムを再度燃料として使用するプルサーマル方式の発電を行うことにしたってわけ。そのため、日本へプルトニウムを輸送する必要が生じたわけなんだけど、ということは、核兵器の材料となりうるプルトニウムを外敵から守る手段を講じる必要が生じました。まずイギリスからのプルトニウムの輸送のため、同国の貨物船に武装要員を同乗させたんだ。続くフランスからのプルトニウムの輸送には日本の晴れ改まるが従事したが、この艦船には64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上に、さらにフランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられたぜ。2011年平成23年3月11日の大災害による原発事故を目の当たりにすると、そこまでして原発が必要なのかとも思うけどな。こうした流れから以後は日本独自でプルトニウム輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることになったよ。ヨーロッパから日本までおよそ2万海里もあるんだけど、保安上の理由から無寄港で航行可能な船舶が求められたんだ。そこで目的履行のために建造されたのが大型巡視船の敷島で、総トン数7175トン、全長 150.0 メートル、全幅 16.5 メートル、深さ 9.0 メートルのサイズで収益時には世界最大の巡視船だったぜ。敷島は機関部には4機のディーゼルエンジンを搭載し、最大速力25ノット、航続距離18ノット、巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機も運用できたらしい。兵装としては90口径 35mm の連装機銃を2機、20mm バルカン砲2機を搭載、海上保安庁の巡視船としては2024年の現在でも最も重武装な巡視船であると言えるクラスのものだな。こうして建造された巡視船敷島は収益年の1992年11月、計画通りにフランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事したが、それ以後はプルトニウム輸送が中止されたため、通常の巡視船として運用されることになったわけだ。この初代巡視船敷島は2024年4月には老朽化のため退役していて、当初は改修工事をして収益年数を伸ばすことも検討されたんだけど、32年に及ぶ収益期間を終えたよ。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局だけど、同組織は2018年に組織再編を経て準軍事組織である武装警察管轄下に入ったため、事実上、中国の第二海軍というべき位置づけに変化したんだ。2012年、日本政府が尖閣諸島を国有化した時点では、保有船舶の総数は海上保安庁がおよそ50隻、中国海警備局がおよそ40隻で日本側がリードしていたが、今や完全に逆転されてしまったな。2024年時点では海上保安庁保有の船舶総数は約70隻だが、中国海警備局船舶の総数は実に160隻に迫るくらいに増強されていて、この12年間で4倍になったと見られているぜ。ただし日本にとって幸いなのは、中国は尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海でも複数の周辺国と圧力を強めているため、中国海警局の全船舶が日本に向けられたものではないという点だろうな。いずれにせよ、中国が海警局の船舶数をはじめとして体制強化を進めているから、日本側も海上保安庁の船舶数を勝ざるを得ないよね。人員をはじめ多くのリソース拡充に予算増を強いられる状況に陥っているというのが政府の見方だよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。